チャールズ・ゴーディ・コ・ボープレイ、シャルル・ゴー・ボーはフランスの植物学者である。1817年に出発したルイド・フレシネの世界、修航探検公会などに植物学者として参加した。アングレームに生まれた。コニャックやパリで科学、薬理学を学んだ。コニャックで科学研究室で働いた後、自然史博物館の植物学者の招きでパリに出た。 1811年から1814年の間、アントウェルペンの海軍の医学校で学んだ、博物学者、ジーン、ルネ・コンスタント・クアラと共に、フレシネの航海に参加する、植物学者に選ばれた。フレシネは、ユラニー号とフィジシエンヌ号を引き、3年間、オーストラリア、マリアナ諸島、ハワイ諸島や、その他の太平洋諸島、南アメリカなどを就航して帰国した。 ゴーボーは帰国の途中にフォークランド諸島でユラニー号が難破した時、貴重な収集物と記録を救うために貢献した。1830年から1832年の間にエルミニー号に乗ってブラジル、チリ、ペルーを訪れ、南アメリカの探検旅行を行った。1836年から1837年の間にもオーギュスト・ニコラバイアンに率いられた。 ボニット号の世界就航探検公会にも参加した。1841年には、シダ植物、単子葉植物などの茎の短い植物では、茎は葉の基部の集まりと解するフィトン説を提唱。キントラノオカノ族、ガウニガウディア族、ありがとうございます。